皆さんこんにちは。今回の動画、大名作と2最新284を紹介していきます。前回の283話は下の概要欄に貼ってあるので、気になる方はチェックしてみてください。あとこの動画を最後まで見ていいと思った方、高評価よろしくお願いします。まず前回のあらすじを見なくても良い方は、下の概要欄に最新話の内容まで飛べるリンクを貼っておきますので、ぜひご利用ください。それでは本編最後までご覧ください。前回の283話では、282話の途中で終わった成宮対前園の3回目の対戦が決着。球場で観戦していたイナイス OB の発言通り、セーフティースクイズもしくは偽装スクイズで一塁ランナーみゆきを二塁へと進塁させ、チャンス拡大。一体どんな作戦を決行したのか。成宮対前園3回目の対戦、結果の方は、球場で観戦していたイナイス OB の発言通り、セーフティースクイズ。前園がセーフティースクイズで転がした打球は三塁側へ。この打球を左ピッチャー成宮が処理しようとしたが、ホームへ突っ込んできた三塁ランナー白洲の足の方が勝り、セーフ。セーフティースクイズをした前園も一塁セーフ。結果、フィルダースチョイスで西武はこの回同点並びに勝ち越しにも成功しました。ちなみに213話の冒頭ページでは、打席に立った前園海藻が挿入。海藻内容としては、中学編から西同へ進学するまで。言わずもがな、前園は関西出身。前園は高校進学の際、関西の名門校からの推薦は一校も来ていなかった。しかし監督かコーチの紹介で西同へ進学することが決定。関西の名門校からの推薦は一校も来ていなかったが、前園自身東京なら1年生から通用すると思っていた。しかし目標だった1年生からのベンチ入りすら不可。さらに2年生になってもベンチ入り不可。東京にもすごい選手がいることを痛感した前園でした。話は戻り、なおも西同のチャンスは継続。ワンアウトランナー1、2塁。このケース打席には6番フリアを迎える。クリア今回の決勝戦、1打席目は2-2からの5球目、アウトコースのまっすぐに空振りし三振に終わっています。2打席目は3球で決着。1球目アウトコースのボールをファールにしワンストライク。2球目高めのまっすぐをファールにしツーストライク。2球で簡単に追い込まれてしまったクリアでしたが、3球目、2球目同様、高めに来たまっすぐをバットに当て、打球は右方向へ。この右方向へ飛んだ打球は詰まっていたこともあり、結果セカンドとライトの間に落ちるポテンヒット。つまりクリアは今回の決勝戦2-1。昨年もフリアは成宮からヒットを打っており、現役唯一の複数安打。今回の3打席目もヒットを打ち、2年連続の複数安打になるか。成宮対フリア3回目の対戦、この回逆転を許してしまったイナスはフリアとの対戦前に伝令を送った。伝令役としては、イナイスキャプテン福ちゃんこと福井がマウンドへ。伝令の内容としてはシンプル。まずはアウトを1つ。この試合ヒットを打っているクリアを全力で抑えること。この福ちゃんの伝令効果もあり、イナイスナインが一新。ピッチャーナデミアも気持ちを切り替え、クリアとの3回目の対戦へ。1球目、キャッチャー五木が驚くほどのボール、インコースへのまっすぐ。この棒に対してクリアは手が出ず見逃しワンストライク。しかし283話の内容はここまで。成宮は2球目を投げることなく283話終了。ここでのポイントだ。本日のメイン、最新284話を紹介していきます。最新話の方では、6回の表と6回の裏の内容が描かれていました。6回の表では前回に続き、成宮対フリア3回目の対戦、ワンストライク2球目からスタート。フリアはこのケース、先輩が作ってくれたチャンスを絶対にものにしようとしたが、イナイス成宮のあの魔球に苦戦。チェンジアップ、しかも連投。登板していましたが、キレが良かった影響で2球目空振り、3球目も空振り。つまりフリアはこのケース三振。
ナネメでフリアの3回目の対戦はナネメヤが勝利しました。ツーアウトランナー1、2塁、このケースの隙には7番登場を迎える。この試合登場の1打席目はバッティングシーンが一切描かれず、ラジオ放送で判明したセンターフライでの凡退。2打席目は0対0で迎えた5回の表、ノーアウトランナー1塁。試合中盤にして0対0ということで、まずは1点が欲しい両チーム。セイダはこのケース得点圏にランナーを進めることによって点を取れる確率は上がる。そのためこのケース登場はセオリー通り初球からバントを仕掛け見事成功。ナイスサード矢部がチャージをし東條にプレッシャーをかけるも、東條が転がした先は矢部のいない一塁側。この打球をピッチャーである成宮が処理し、ワンアウトランナー二塁。つまり東條はこの試合1-0チキだ。一体今回の3打席目はどんな結果を残すのか。成宮対東條、3回目の対戦。この対戦は東條の1打席目とはいきませんが、ほぼカット、何球目か不明なインローの変化球に苦戦しサードゴロ。成宮対東條の3回目の対戦は成宮が勝利。またこの東條のアウトで聖堂の6回の表の攻撃終了。聖堂はこの回同点並びに勝ち越しにも成功し、1点リードのまま6回の裏へ。ちなみに6回の裏を迎える前に様々な出来事がありました。系統に続き鵜久森ナインがテレビ観戦という形で登場。鵜久森はこの試合の翌日に東東京の決勝戦を控えている。系統対鵜久森。またファミレスで観戦していた参考星田がこの試合の影響でバットが振りたくなった。星田は次のステージに向けて指導。個人的には大前や真中が言ったように後輩の練習に参加、同じ左バッターである2年生佐々木を強化。5回の裏の守備の影響で担架に運ばれた聖堂レフト麻生が復帰、6回の裏の守備へ。また片岡監督が沢村へいつでも行けるよう準備しておけ。この6回の裏を迎える前に起きた出来事についてはまた改めて別動画で深掘りしていこうと思います。6回の裏、イナイスは5回の裏で4番山岡が最後のバッターため、5番成宮からスタート。成宮はこの試合1打席目はフォアボール選び出塁に成功。2打席目は7球にも及ぶ激闘。1球目打つ気満々の成宮でありましたが、低めの変化球に空振りをしワンストライク。2球目はインハイのまっすぐを見逃しワンボール。3球目は高さは不明でしたが、インコースのボールをファールにしツーストライク。このように3球で追い込んだフリアでしたが、ここから成宮がファールなので粘り6球経過。そして7球目、フリアも成宮に負けじと今回の決勝戦で進化しているまっすぐをインコースへ。昨年は2打席目でクリアからヒットを打っていた成宮でしたが、この7球目のまっすぐに成宮鎮圧、空振り三振。つまり成宮はこの試合2-0。今大会成宮は決勝戦3打席目を迎える前に打率5割3分2厘という成績を残していますが、未だフリアのボールに苦戦し無安打。5割という成績を残している成宮、一体3打席目はどんな結果を残すのか。フリア対成宮、3回目の対戦。1球目、成宮フリアが投じた高めのまっすぐをバットに当てるも、キャッチャー後方へ飛ぶファール、ワンストライク。タイミング合っている成宮。後半に入ってもまっすぐの球威が落ちていないフリア。2球目は一体どうなる。しかし2球目は描かれることなく、214は終了。ちなみに1球目を投げ終わった後、ピッチャーであるフリア回想。回想の奴者は参考戦後の夜、フリアとミユキがプレー権について語っているシーン。この回想も後日別動画で深掘り予定。以上、今回はダイネースアクト2最新214話を紹介しました。次回パートは214話深掘り動画で取り上げようと思っています。最後までご視聴ありがとうございました。この動画を見ていると思った方はチャンネル登録並びに高評価よろしくお願いします。あと Twitter とインスタもやっておりますので、フォローの方お待ちしております。